皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、ニトリでいろいろと日用品を購入してきたのでご紹介していきたいと思います。こまごまとしたものを購入したんですけど、なんだかんだ1万円ぐらい使っちゃった。ではまずキッチンアイテムからいきましょうか。まず一つ目がですね、こちらでございます。洗えるレバーキャニスターの S サイズ 500ml のものになります。これいろんなサイズがあって、まあ、S サイズだとこの大きさの口になってるんですけども、このサイズで容量がちょっと小さい300、400みたいな感じでこう選べたりとかするんですね。で、ここの部分をカチャってやると蓋が開いて、結構軽い力でもカチャっと開けれるし、で閉めればもうちゃんと塞がる、密閉されるので調味料を保存するのにいいなと思って購入しました。で、これにね入れようかなと思ってるのがこれだし&栄養スープっていう、いわゆるだしパックに入っているような中身を全部粉末状にして、まあ、お味噌汁だったり煮物だったりそういうのに入れるだけですごくおだしも効いて美味しくなるんですよね。なんかこれの紹介みたいになっちゃってるんだけど、毎回これ出すのが大変だったからさ、これに入れたら取り出しやすいかなと思って。で、これがいい感じだったら他のお砂糖だったりお塩だったりそういうのも合わせてね使いたいなと思うんですけども、まあ、まずちょっとサイズ感を見たいなと思って1個だけ買ってみました。続いてこちら、シリコーン鍋敷きなんですが、これがねめっちゃいいなと思ったのがマグネットなんだって。鍋敷きって欲しい時にさ、あれどこ行ったみたいなことになるので、それもなくなっていいかなと思って。しかもほらシリコンだから柔らかいんですよ。冷蔵庫に貼ってあってもさ、そんなになんか変な柄でもなかったりするので、これもめちゃくちゃいい買い物できました。そして続いてこれ、なんか魔法のまな板っていうもので気になったので買っちゃったんですけど、そう、息子のね離乳食の時から使ってる100均で買ったこのぐらいのサイズのまな板があるんですけど、あ、これなんですけどね、はい、結構さほら見て何度も使ってるから、この辺がですね、なんかプラスチックの細かい粉みたいなのが出始めてきて、さすがにこれご飯の中に入るのやばいなと思ったんで新しくこれを買いました。で、これを選んだ点で言うと、このフックの穴がついてる。で、しかもこれがね、ちょっとこうラバーっぽい感じのゴムの弾力があるんですよ。まあ、なので物を切るときにちょっとこのラバーで沈むらしいんだけど、その分傷がつきにくかったり汚れがねつきにくいっていうのにね、このようにポイントで書いてあったので、これじゃん欲しかったのと思って買ってしまいました。で、一応まあここに水切り的なのがあったりとか、ここの部分が、まあ、若干こうちりとりっぽい形をしてるので物がこぼれにくいとか、まあいろいろあると思うんですけど、裏も滑り止めっぽい感じになってるので滑らずに切れるんではないでしょうか。なんでこれはねちょっと処分してこちらに変えたいと思います。はい、そして続いてこれ結構もう有名かなと思うんですけども、毎日使える不織布パッドのクエン酸タイプ。クエン酸以外にも重曹とか、あと普通のスポンジっていうのがあると思うんですけども、水垢汚れがやっぱり普段生活をしていて気になるので、まあ、そういったところが気軽にささっとお掃除できる風になればいいなと思って、こんな感じで1枚ずつ取り出せて、簡易的なスポンジみたいな感じのこの薄さなので、気になる時に掃除をするっていう感じでちょっとずつ使えるかなと思って。で、まあキッチンだけじゃなくお風呂場の水垢にも使えると思うし、初めてこれ私買ったんですけども、クエン酸を選んでみました。いい感じだったら他のね重曹だったり、重曹だったら油汚れとかね、コンロ周りに使いやすいかなと思うので、またなくなったら買いたいなと思ってます。はい、そして続いてこちら、マグネット鍋蓋ホルダーを購入しました。うちはタワーのシリーズ、このマグネットタイプのものを揃えていたんだけど、まあ、ちょっとね若干違うんですけども、ニトリのものを買ってみました。あ、いいじゃん、めっちゃしっかりとマグネットもついてますし、ここの太さが若干違うだけでだいたい一緒、角度も角度も一緒だ、バッチリ。角度が変わっちゃうと縦に貼るときにね若干干渉するかなと思ったんだけど、もう問題ないですね。これキッチン周りがすっきりとすると思うから、こういうのめちゃくちゃおすすめです。はい、あとお皿も買ったんだ。このカルエクレっていうシリーズの18センチのお皿のを買いました。
超軽量食器で、まあ、確かに軽いんですよね。で、2枚買ったんですけども、重ねた時にもうそんなにこうかさばらないのもいいなと思って。で、多分これね、白なんですけども、若干こうグレーっぽさも感じるような、あんまりこう純白っぽい白じゃないから、それもまたいいなと思って。で、電子レンジ、食器洗浄機も使用可能になっているので、かなりこう使い勝手もいいのかなと思います。他にもね、いろんなあの形のものがあったので、使ってみて良さそうだったら他のものも揃えてもいいかなと思ったり、他の色もあったのでチェックしようかなと思ってます。はい、そして今回はね、これを買いたいなと思って行ったんですよね。こちら超吸収スポンジというものです。で、これがあの水滴とか水をなんかこぼしちゃったりとか、飲み物こぼしちゃったみたいな時に、あのティッシュとかタオルじゃなくて、これで拭くと、これがすっごいボーンってこう吸収してくれて、で、また絞ってまた拭いてみたいな感じで、とにかくものすごいあのお水をシュッと吸い上げてくれるスポンジっていうので、タオルで拭くとタオルがまたさ、こう匂ってきたりとかしちゃうから、これでさっさっさっさと水をはけさせて、まあ、絞って衛生的に、まあ、さらに綺麗にっていう感じでできたらなと思って買いました。まあ、あとは結構ね、子供もいると水こぼしたりとかも結構あるので、まあ、そういった時に拭いたりとかもしやすいかなと思って。で、その隣にね、この大きいサイズもあったので、このワイドっていうものもね、購入してみました。なるほど、このコンパクト、さっきのこっちのサイズは 160ml お水を吸ってくれんだって。結構吸うよね。で、この大きい方だと 250ml、 わお、ペットボトルの半分、これがシュッと水を吸ってくれるらしいです。で、結構大きい大きさなので、こんな感じで、窓の結露だったりとか、あとはお風呂場の壁とか、そういったところも拭けたりとかするらしいんですけど、それでね、買ってね、あ、こっちにすればよかったなと思ったのが、これと同じ素材でですね、食器を洗った後のこう吸水マットみたいなのも売ってたんですよ。本当にタオルみたいな感じで使えるから、そっちの方がもしかしたらよかったのかなと思ったりもしたんだけど、まあまあまあ、ちょっと試しに使ってみたいと思います。で、この大きい方もちっちゃい方も、好きなサイズにカットもできるので、まあ、洗面所用とキッチン用みたいな感じでこう使い分けたりとかもできるそうなので、良いかなというふうに思います。そしたら続いてお風呂アイテムに行きたいと思いますが、こちら水垢取りダスターというものを買ってみました。水だけで水垢がすっきり落とせるっていうものでして、結構水だけで落とせる系っていろいろと今まで使ってはきたんですけど、なんとなくこれちゃんと落ちそうっていう気がしています。っていうのもですね、ここからちょっとあの材質を触れるんですけど、結構固めのザラザラとしたハード樹脂加工をされてるので、汚れをしっかりとキャッチして細かいね、汚れを取ってくれると。サイズ的にはこんな感じのちょうどいいサイズ感で、まあ、かけられるようにもなってますね。で、こっちのザラザラ面で、こびりついた結構頑固な水垢を取って、こっち側はねちょっとふわっとしてますね。こっちはアクリルパイルの素材になっているので、優しく洗える、まあ、なんか仕上げ磨き的な感じになるのかな。まあ、クエン酸のね不織布パッドもすごくいいかなと思うんですけども、もっとなんか頑固なものに関してはこっちで取っていきたいなと思ってます。はい、そしてじゃじゃん、こちら水切りワイパーも久しぶりに購入しました。しかもこれマグネットついてるんです。なのでお風呂場のね壁にパチッと貼っておける水切りができるっていうのもすごいいいかなと思ってます。はい、一応ねここにもかけられるから、あのフックとかにもかけられるんだけど、まあ、やっぱマグネットついてるのすごい嬉しいですよね。このワイパーのところも幅がしっかりとあって、すごい密着性が良さそうな気がしています。あー、なるほど。しかもここにさ穴が開いてるんですけど、ちゃんと水が切れるようになってるんだ。こっち向きで置いても下からちゃんと水が出るし、逆でもちゃんと水が出る。あと洗面所アイテムでこちらの2つですね。洗面スポンジっていうアイテムなんですけど、食器洗いスポンジとかでもさ、こういうのないですか？丸くってここにさスポってはめられるスポンジのちょっと小さめのタイプで、これも気がついた時にさっと洗えるっていう、ほんと簡易的な、洗面
洗面所用のスポンジとして貼り付けておいたらいいんじゃないかなと思って買ってみました。風呂洗面所につけておけば私だけじゃなくって家族が気になった時にお掃除してくれるかなって思って、やっぱりお掃除道具関係を把握してるのって私だけだから、なんか私ばっかり掃除するのすごい嫌だなと思ってなんか言ったらね絶対やってくれるんですけども、なんか自然とこれがあると自然と洗ってくれるんじゃないかな、綺麗にしてくれるんじゃないかなって思いを込めて。でもなんか私も目の前にこれがあったらちょっと掃除シャ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 っと、自分が終わった後シャ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 ってなんとなく軽く拭き上げるぐらいはやる気になりそうな気がするんで、こまめにお掃除ができない人にはいいのかもしれないね、こういうちょっとしたアイテム。はい、そして続いてどこでもタオルホルダーっていうものもね買ってみたんですが、これは自分用というよりかは子供にいいかなって思って買ったんですけど、ここの部分にですねタオルの端っことかを引っ掛けるとこんな感じで吊るせるっていうものになってるんだけど、なので引っ掛けられるとこだったらどこにでもこれが置けるわけですよね。そうで、うちの息子まだ1歳なので私がこう持ち上げないと手を拭くところまで届かないわけですよね。それもなんか毎回大変だなと思ってたので、こういう長いタオルをつけておけば子供が立った状態でも自分で拭けるかなと思ったので、引っ掛けようと思えば結構何でも引っ掛かるから、これもアイデア次第でいろいろと想像が膨らみそうと思って、なんかすごいこと考える人いそう、これのなんか別の使い道。はい、そして続いてこちらです。ポール突っ張り棚ミニサイズっていうね、こちらを購入しました。はい、はい、お風呂場のタオル収納スペースなんですけども、ここのね部分にダイソーで買ったこの突っ張り棒と、あとその上につけるこういう棚置いて、ボディタオルとフェイスタオルっていうのを、分けて収納してたんですけども、結構ここの部分がもうね劣化し始めて下がってきたりとか、なんならここの上の部分が3個しか3個しかないので、家族も増えたからさ、ここの部分がちゃんと収納ができなくなってしまっていたから、もうちょっと丈夫そうなねこれにここの部分を変えたいなと思ってたんです。これさ、こうやってくる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 ずっと回して突っ張るのかなと思ったら、ここの部分で一回ねちゃんと長さを固定するみたいですね。ここからが突っ張り棒みたいな感じになって固定されるようです。ほうほうほう、お、いいじゃん、めちゃくちゃいい。ちょっとここの部分が足りなかったので空いてはいるんだけど、あんまスルッと落ちないのでこんな感じで入りましたね。最高。続いてお洗濯アイテムなんですが、こちらです。伸縮バスタオルハンガーっていうのを買いました。そう、バスタオル用のハンガーも100均のずっと長いこと、もう何年だろうずっと使ってて、いいんだけどだいぶ消耗してきたので、ちょっとこの際新しくと思いましてこのタイプを買ってみました。ここがねちゃんとガチャって挟めるタイプなので、外にタオル干す時もいけるし、あとは普通のハンガーと同じような形状だから男性の服もそうですし、アウターだったりとか、普通の洋服もかけれるし、こんな感じでバサーと広げれば大きいタオルもいけるよっていうもので、かつここがですね、なんとじゃ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 ーん、二重になるの、ほら見て、はい、なのでここに2枚バスタオルをかけることもできるし、フェイスタオルだったら 1,2,3,4 枚かけることもできたり、パーカーだったりこれから先厚めのアウターとかを洗った時に中がこう乾きにくかったりする時あるじゃん、そういった時もここをこう広げてで服をかけるとちょっとここに空間ができるので、お洋服が乾きやすかったりすることができるんで、これめちゃくちゃいいと思って、しかも2個入りなんですよ。2個入りまとめて4つタオルを干すことができるようになりましたね、これで。ただね、やっぱりちょっとこう重みでこうやって歪む感じがあるので、ずっと使ってたりとか重いものばっかり、タオルも結構なんだかんだ重いじゃないですか、水吸ってるとさ。そうするとちょっと今のは100均のやつもそうですけども、ちょっとこうやって歪んできやすくなってくるので、使ってってどのぐらいで消耗するのかなっていうのは気になるところではあるけど、
でもこの形、あとはいろんな用途として使えるっていうのはすごくありがたいなと思いました。はい、そして今回の購入品の最後はですね、こちらです。一度にたくさん干せる8連ハンガー。ただ一人暮らしの時にはここまでの量がいらなかったりとかしてたんで、まあ、家族が増えてよりこう必要性を感じた感じですね。うん、はい、こんな風にねなっておりまして、洗濯物を入れてそのままパチッと開けば首元をね伸ばすことなく一瞬にしてね干せるというものになってます。これが8連ついています。でさらにこれをねワンプッシュでガチャンと、最高、え、最高なんだけど、これで取り込むことができるんです。そう、今普通のハンガーを使っててね、まあ、やっぱりこう3人家族だとそれなりに量がすごいわけですよね。でさらにそのハンガーがまたバラバラとあるのもなんか嫌だったし、一個一個の作業がもっとどうにかならないのかなっていうところがあったので、思い切って買ってみたんですけども、まあ弱点としてはやっぱりちょっと大きいですよね。これを何も使わない時、これをまたどっかに保存しなきゃいけないっていうことがあるので、まあでもね、あの洗濯は毎日のことなのでこれぐらいは良いかなっていうふうに思います。まあ、干すときにこっちでかければもっと安定感あったりとかしますよね。うん、っていう使い方もできると。で、私がさらにいいなと思ったのはここのところがですね、こんな感じで伸びるんですよね。伸ばさなかったらこのぐらいの幅感なんだけど、伸ばすとこんなに長くなるんですよね。そんなので男性ものの服もそうだし、女性でもさ、なんか首元がちょっと開いている服とかだと、これだとズルって落ちちゃったりとかするんだよね、ちょっと幅狭いと。まあ、なのでしっかりとこう幅があるとズレやすい女性の服とかも落ちることなく干せるかなと思うし、ここまでしっかり伸ばしとけば外に干す時にも飛んだりとかしないんじゃないかなと思います。あとここの部分も引っ掛けるところがあったりするので、パンツ干す時とかにも使い勝手がいいのかなと思いますね。この2つが加わったのはだいぶ大きいですね。毎日の洗濯が楽しんでできそう。あと今回購入したものではないんですけども、結構ねおもちゃ棚どこで買ったんですかっていう質問をいただくので、まあ、せっかくこの機会なのでご紹介したいなと思うんですが、うちはですねニトリで全部揃えております。まあ、揃えておりますって言ってもただ棚をね並べているだけなんだけど、まあ、すぐ買ってよかったなと思うのでご紹介させてください。はい、それがこちらでございまして、ニトリパインラックマンクス6230の1段というものを1つ2つ購入しておりますに加えて、ここの真ん中のこの板はですね1枚だけ別で購入して、それぞれの棚にこう拡張して付け加えているような感じになっています。まあ、なので使い方次第でここの部分をテーブルと椅子みたいな感じで使うこともできるんだけど、まあ奥行きが30センチだからそんなに何か大きなことができる感じではないんですけど、テーブル的な感じで使うこともできるし、うちはここの部分にレゴをいつも収納してるんだけど、まあ、こういった感じの収納スペースとして使うこともできると思います。これのいいなと思った点はかなりね段差の調節がしやすくなってるんですよね。もう一段欲しいなみたいな時にはもう一個棚を加えれば細かい棚の調整もできたりとかしますし、あとねこういった形で付け方次第で反対側にもちゃんとこう固定できるって、しかもこういうフラットな状態でテーブルみたいに使えるのがすごくいいなって思ったのでこれにしました。うちはリビングにおもちゃ棚を置いてるので、そんなに奥行きない方がいいなと思ってこの30を選んだんだけど、むしろおもちゃを取り出すにも30って結構子供でも奥まで見やすくって、自分で手に取ったりとか、あとおもちゃを戻すっていうこともやってくれるから、なんだかんだねこれは本当にね買ってよかったです。まあお値段も安い分作りもちょっと甘い部分はあるかなと思うんだけど、まあ、今は1歳なのでこの高さが一番ベストだなと思ったんだけど、またねちょっと大きくなってきたらそれも変わってくるから、そんなにずっと使うものでもないかもなって思うと、このぐらいお手頃な価格でで拡張性があるっていうのはすごく買ってよかったです。ということで今日はねニトリの購入品を、ご紹介して
行きました。気になるものがあればぜひぜひチェックしてみてくださいね。ということで最後までご覧いただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。